ると嬉しいと思います、ね、ぜひそれ楽しみましょう。今年の夏も無料無料いや本当ワンセブンライブさんには頭上がらないです。あすごい、もうなんかキラキラこれもありがとうございます。ちょっと追いつか、あ花ティアラエフェクトカズさんありがとうございます。うん、これかわいいね、この子。あ、かわいいの来た、ありがとうございます。これが夏の応援ベイビーかな。こんばんは、まいちゃん赤ちゃんやん。いや、すごい、いっぱい。こんばんはすごいね、これ ラマね、これラマですね。マイティービームすごかったね、あれすごかったね、さっきの目から出るやつすごかったでね。今日はその X の方でね、あ手が出てきた。 X で NMB48 と17でおしゃべりっていうハッシュタグで皆さんからの質問も募集してますので、皆さん今現在お願いします後でねいっぱい答えていきたいと思いますので、 NMB48 と17でおしゃべりのハッシュタグで質問募集しております。あら、あら、これは一緒に遊ぼうか。あら、ありがとうございます。マイティ来たよ、みんなは。あら、最近の NMB 知らんなのコメントがありましたけど、そんな方はぜひ8月17日のこの無料生配信の NMB48 のライブをねぜひ見ていただけるときっとハマっちゃうと思います。最近の NMB いいよってコメントがありがとうございます。そうなんで、ちょっと髪の毛も切ったりしつつ、夏なのでねサマーカットです。あら、皆さんありがとうございます。ギフトね、でもやっぱりもう時代とともにちょっと NMB からちょっとこう離れたじゃないですけど、そんな方もきっとたくさんいらっしゃると思うので、あ、もぐらたたき、もぐらたたき、もぐらたたきを送ってくださった方もぐらたたき送ってくださった方、挙手お願いしますうわー、ありがとうございます。いっぱい、あらー、かわいい。皆さんよかったらシェアとかもね、なんか拡散とかしちゃってくださいこれ流れているの今カモネギックスでございます。はい、私チーム N のキャプテンをさせていただいております。あー、お化け、豆ゼウさん合ってるかな、イントネーション。お化け、お化け屋敷来た、お化け屋敷来たなんかすごい、これギフトおもろい。ちょっと待って、マイティといえばアクロバットやからねっていうコメントがあるんで、やったことないな、人違いにしてはすごい人違いですけど。あら、花火、森健さんありがとうございます。あ、ゴエモンさん、スケートボードやばい、あれやん、吉澤ココさんやん、14歳金メダル取ったあら、サエピー、アーチェリーありがとう。ちょっとこれなんかギフト見るだけの配信みたいになっちゃいそう楽しい、ありがとうございます。あ、来週の鳥たち、ぜひ皆さんご覧ください。あらあらあら、カズさん高2 日焼け止めこれギフト考える人すごいな。私はね、なんかやっぱ日焼け止め塗るのが苦手なので、日に日にちょっと焼けてちょっとなんかこんがりしてきました今年の夏。あ、一回、あら、なんかもう私映ってない、私が隠れた、あ、映ったあ、ゴエモンさんかな、さっきの
バスケットボールありがとうございます。やーいっぱいね、暑いですからね皆さん。お、今日タイガース買ってます。私阪神タイガース好きなので。昨日はね雨でちょっと途中で中止になっちゃったんですけれども。わ、なんかラッキー袋来た。あ、なんか認証せなあかん。え、じゃあ私あれやろうっと、フォークを皆さんに送っちゃいます。届きました、皆さん、私からの愛のポーク。皆さんにポーク、お、なんかいっぱいできた。ライバーにポークっていっぱい出てきた。ポークされました、皆さん。ポークって読むんですよこれ。わーい、ありがとうございます。じゃあちょっと X で NMB48 と17でおしゃべりっていう。あらあら、なんかすごい、カズさんありがとうございます。なんかすごいギフトいっぱいあるでな、これ。ありがとうございます。お、結構ね質問がいっぱい来てます。お、これいいですね。夏コンのセットリストを見た感じ、特に楽しみな公演はいつですか。今回ね3日間4公演ありまして、で私は今回そのねネクストジェネレーションライブには出演しないんですけれども、いやどれもね夏あっちーって感じのね、あらすごいライブになってますよ。いや特にでも紅白祭り2024は8月15日開催ですね。これはやっぱりねユニットコーナー、ここ結構注目してほしくて、でもね結構なんかみんなで遊べるというか、そういうコーナーもあったりだとか、みんなが大好きなああいう曲もあったりだとか、たくさんあります。あ、モグラ叩きもありがとうございます。あ、もう見てほら、やだ、なにこれ。あ、手のひら見せて。手のひら見せました。あれ消えちゃった。そう、ワテラね、ワテラ、ワテラも頑張っております。そうなんです、私でもね今年の9月で5年目に突入するんですよね。まだまだ私若手のつもりだったんですけど、もう今次5年目に突入するということで、さすがに次世代ライブには、次世代ライブは去年が最後でしたね。アテラの新曲ちょっとお願いします。あ、間違えた。あ、なんか変な、そのごめんなさい、ね、変なフィルターにしちゃって。アテラ最高です。そう、でもアテラはとにかくめちゃくちゃ盛り上げます、白組を。マテラね、テトラさん、そう、赤組にはテトラがいるので頑張りたいと思います。お、今度の紅白祭りでワテラは何するんですか。まあまあこれも楽しみにしといてください。もうザ・ワテラな感じです。皆さんギフトもねありがとうございます。そう、あえてめちゃくちゃもうプリプリアイドルのね曲する可能性もありますよ。出た、あれ、これ手のひらじゃなかったっけ。あー、すごーい。ほぼ顔の原型なくなっちゃった。そう、ポークでなんかみんなでつつくんです。目からそうめんではなくてビームです。ありがとうございます。そうで、今回のその紅白祭りは買ったらそのチームみんなでバーベキューをできるんです。これ譲れないですよ、お肉大好きで。まあでも買っても負けてもとにかくライブ自体をね楽しむのが一番なので、
皆さん一緒に楽しみましょう。これは高嶺のリンゴですよ。いい曲ですね、これも。ほなほな。あら。前回のチームでは副キャプテンでしたが、今回はキャプテンということで、役割の違いを教えてくださいですって。質問ですね、これ。キャプテン。そう、今ね、チーム N のキャプテンしてて、前回はチーム N の副キャプテンをしてたんですけど、すごいありがとうございますなんですけど、やっぱり全然違います。私はキャプテンと副キャプテンで、逆にね、副キャプテンは副キャプテンで、なんか何をしたらいいかわからないっていうのがあったんですよね。なんか副キャプテン、キャプテンがやっぱり基本的にこう引っ張って、先頭に立って引っ張ってくれるじゃないですか。だからこそ何これ、すごい雷、ありがとうございます。それからこそ副キャプテンは副キャプテンで難しいし、でもジロリンさん、機運上昇、超燃力エフェクトやめてよ、アイドルなのに。私、あ、やばいやばい、引き寄せちゃってはい、今度、今キャプテン、みんな、キャプテンの大事な、ちょっと今キャプテンの話してるんです。私こんなふざけてないですよ。私これなんか出てきたんです、ボールが普段できひんから、こんなすごいほんまにやってるみたい。なんかそうなんです、もうキャプテンはキャプテンで、今のチーム N がやっぱりこう先輩が多い、ド先輩、ド先輩っていうのかな、ちょっとそれこそ NMB の中でも歴が長い先輩が多いので、だからこそその先輩たちをこう、ね、まとめさせてもらうっていうのはこう難しいなって思うこともあるけど、まあでも、もうちょっとのちょっとで1年ぐらいかな、半年は経ちましたので。あ、りょうまさん、スケートボードありがとうございます。あら、サッカー、りょうまさん、スポーツが大好きなのかしら。ビーチバレーもありがとうございます。それから、あら、バスケ、もうこれバスケに関してはもう顔見えなくなっちゃうのよねありがとうございます。そうだから、目からビームは違うの、これをギフトには逆らえないのそうそう、だからまあ全然どっちもね、違う大変さというか、でも楽しい、楽しみながらやれてます。そうよ、キャプテンの話しながらバスケットボール回しちゃって。あら、花火ありがとうございます。皆さん今年花火見に行きました？花火大会、私は見れてないです。ちょうど大阪だったら天神祭りの日も行けなくて、淀川も行けなくて、もうないないかな、花火大会どっか。あ、地元のだけどね。あ、淀川花火行ったの、いいなあ。あ、今日琵琶湖、あこ、あれめっちゃよく、新潟でしたっけ、あの長岡花火大会、あれってもう終わったんかな、よくなんか SNS とかで回ってきますけど、あれいいですよね、一回見てみたいな。花火大会行きたいけど、いつも暑くてやめてしまう。ねえ、結局なんか暑いからね、花火見に行きたい。あ、萌え立てたきホリーさん、ありがとうございます。花火行きたいなね。でもなんかやっぱ最近って、そういうこと、花火大会とかも、あら、エアホッケーありがとうございます。こうカメラ携帯で撮っちゃうじゃないですか。で、撮りたいけど、でもちゃんと肉眼で見て押さえときたい、なんていうの、記憶に残したいっていうのもあるから難しいよね。最近すぐ撮っちゃうからさ、あ、琵琶湖花火大会もでも素敵やろな、いいな。
でもなんか最近さ急に天気が悪くなっちゃう日もあるからね、なんか中止になっちゃったりとかしたら、花火師さんがせっかく作った花火がマイティ綺麗、ありがとうございます。劇場で花火しよう。劇場花火はもう地下なので、全てが終わってしまいます日が起きてしまうと全てが終わってしまいますので、せめて地上でそうよ、雷ね多いよね最近。皆さんも突然のゲリラ豪雨に気をつけてください。プリキュアってすごい、りょうじさん、あら、スペシャルベイビー花火、つよしさん、これすごいぞ、これベイビーくんか、あらあら、なんかリアルなアバターも来てこのお洋服はガーリッチの、ガーリッチです、 T シャツです。あら、ジロリンさん、白虎、ありがとうございますライブ全部行くお待ちしております、ありがとうございます。え、これこんな顔近くていいですか近すぎもしかしてそう、始球式がね、私8月10日京セラドームにて阪神タイガースと広島東洋カープの試合でね、始球式するんですけど、もうあっちゅうまだ明後日です。ひゃーちなみに来てくださる方いらっしゃいますか。あ、花火ありがとうございます。そうなんです、阪神タイガースがすごすぎてもうね、チケットがねないんです。ドキドキ、そう、練習も何回かしてね、そうなんです、ドキドキ、まだ、とにかく笑顔で私は投げたいと思ってます、笑顔でお、そうなんです、もうチケットシーズン始まる前とかにも売り切れてますからね。あら、ちょうどなんかすごいすごいあれがあるけど、ギフトありがとうございます、龍馬さんだ、あ、ヒット打たれた、あーあー、ツーベース待って、ツーベースヒットギフトとかあるのすごない、あー、ホームラン、お、いいですね、これはおもろい、めっちゃすごいすごい、いけいけいけ、ホームラン、場外ホームラン、悟ってるやん、いつかのハマスタでのそう、まあ、怪我なくね、まいちゃんのアンダーソロ楽しみにし、やばいな、それそれちょっとやばいなねえ、なんかあれかな、テレビで中継とかあるかな、それがあればぜひ皆さん見てください。あら、ホリーさん、スーパーセーブありがとうございます。そのノーバンでいけたらいいなっていう風に思ってます、頑張ります。あら、何これ、美味しそうなスープ、キャンプボックスやって、やん、ありがとうございます。始球式ってだって夢じゃない、夢の始球式、あら綺麗な花火陽平さん、ゴリラもありがとうございます。ドキドキですが頑張りたいと思います。ではさっきの続き、 NMB48 と17でおしゃべりのハッシュタグを見ていきます。平山まいちゃんに質問です。もし1週間夏休みもらえたらどこへ行きたいですか。こんなんもう来てれへん。私はでもなんかね、海外に行きたいっていう欲は今のところなくて、日本国内でなんか、あれ、今の時期はあれや、今の時期やったらやっぱ湘南とか行きたいですよね。熱海、湘南、熱海じゃない、湘南、熱海も行きたい。あ、淡路島もいいね。ザ夏、それこそ海とか行きたいなって思うんやけど、なかなかね
難しいし、で秋冬になったらやっぱ温泉旅行行きたい。あら、あ、コリア、コリアも行きたい。カズさん、コリアありがとうございます。そう、私がキャプテンしてるチームの夏のディスティネーションっていう楽曲があるんですけど、この歌詞に七里ヶ浜の踏切の渡ったその先にサンゴ礁という名のレストランっていう歌詞があって、ほんまにあるんです、サンゴ礁っていうレストランが。それをメンバーみんなと行きたいねって話してたんですけど、やっぱみんなで行くっていうのだとなかなかハードルが高くて、いつかは行きたいな。え、サンゴ礁めっちゃ混んでたよって、え、嘘、やっぱ地元ではすごい人気のお店なのかな。え、昨日までパリにオリンピック見に行ってた、すごっ。パリ帰り。すごいね、オリンピック見てたんや。鎌倉行きたい。あ、江ノ島、あの江ノ電乗りたい。江ノ島電車、電鉄。ねえ、旅行行きたいな。夏のディスティネーションで好きな歌詞ある？すがし顔の19歳。やっぱでもさ、ほんまに実在するさ歌手の方とその曲が歌詞に入るって結構すごくないですか。そうです、菅氏香さんも反応してくださって X で。美味しい、そう、美味しいの食べたい。私海鮮が好きなので海鮮美味しいとこ食べたいな。あれ食べたい、牡蠣、牡蠣大好きなんですよ。牡蠣、牡蠣か、牡蠣、牡蠣。そう、焼き牡蠣、蒸し牡蠣、生牡蠣食べたい。でもやっぱりね、なんかこう当たっちゃうこともあるから、ちょっとなんか不安な気持ちで食べないといけんのが辛い。こんなにも好きなのに。こんなにも好きなのに、ちょっとなんか躊躇しながら食べなあかんことが辛い。だからほんまにもしなんかこう当たっつ、やっぱ当たるってよく言うやんか。だからほんまにも当たってもいいっていう覚悟で、もう2日間ぐらい仕事ない時、次の日 2日間ぐらい仕事ない時に食べたいなって。それも美味しいし、まあ、ほんまに何やろ、自分の体調によるやろね、多分当たったりするのも。超健康体で、あ、すごい、ジェットファイヤー。松戸の福山さん、ありがとうございます。確かにコンサートの前日とかは念のためやめとこうかな。うわ、なんか今のすごい、ジロリンさん、うわ、なんかすごい、すごいすごいの来た、ありがとうございます。当たらない牡蠣今開発中やねんて。そんなんあんの、嬉しい。あら、あ、泣いちゃった、ありがとう。ねえ、でも牡蠣ね、ちょっと好き嫌い分かれたりもしてるけど、美味しいよね。今のところ当たったことないからね。お、これ奥歯です、この楽曲。あ、僕も大事な仕事の前は牡蠣は控えます。素敵、偉いです。うん、広島いいね、行きたい、ご飯美味しいとこ。焼き牡蠣ね、あのなんかさ、バター醤油とかで食べる牡蠣が一番美味しいんだから。あら、スター花火、あら、ダイヤの指輪、カズさん、やだ、プロポーズなんかされちゃってありがとうございます。お、そう、食べ、私暇さえあれば食べ物の話ばっかりしちゃうから。そうで、今日はこの投票機能をね使ってみたいんですけど、何しようか、何投票しよう。あ、じゃあこれ、NMB の夏曲好きなのは、で
もうこれ多分皆さんからしたら究極の質問だと思います。私も決めれません。ちょっと待ってくださいね。そう、皆さんに夏曲で好きなのはで、少々お待ちを。じゃあ2分。はい、あれ投票いけました。皆さん出てます？今 NMB48 の夏曲で好きなのはナギイチか僕らのユリイカ。これもう究極の二択じゃないですか。だって夏ライブとかってなると毎年絶対定番、いや夏ライブじゃなくても絶対毎回ライブでは歌うんじゃないかっていう、ほんまもうこれは NMB といえばの2曲だと思うんですけど、そうずっと思っててんな。ファンの方はどっちが好きな、いや決めれないと思います、決めれないと思うんですけど、どちらかといえばでもこれずっと気になってたんですよね。ちょっとこの投票機能で皆さんからの答えを待ちます。どっちなんやろ。いやどっちもいいもんな。いやそうでもね、いっぱいあるのよ。イビサガールとかもあるし、なんか夏の催眠、ほんまね NMB って夏曲豊富なんです。で全部神曲っていう、確かにフェスの旅にナギイチからのユリイカで聴いてるので、もう実質1曲、確かにまとめて1曲みたいなところもありますけどね。これちょっと私まだ見れへんな。あ、投票中、2分に設定したのでもうそろそろかな。あ、そうドリアン少年も入れたいの、入れたいのとか言ってほんまいいからね夏曲。そうなんですよね。でも確かにフルでやる機会ないですもんね、なかなか。いつもライブとかでもワンハーフばっかなんで、1サビ終わってって感じなんで、五尺玉、最後の五尺玉もいいんですよね。あ、投票結果出た。これあ、投票今終了したんやけど、ひー、おー、なるほどね、こうきたか。え、ナギイチが84で僕らのユリイカが103。うおー、そうきたか、おーいやでもこれ皆さんほんま迷って迷ってのってことですよね。ちなみに私はどちらかといえばナギイチ派なんです。ほんまどっちも好きなんですけど、うわー、選べないよまあでもいいアンケート取れたい。うわ、よかった、なるほどね。確かでもやっぱりフェスとかでも僕らのユリイカが流れた瞬間、もうイントロ流れた瞬間から皆さんの声援がやばいんですよ。うわーって本当会場が湧く。あー確かにね、なぎさ最高も確かに夏っぽい皆さんからすると酷なアンケートだったかもしれないんですけど、素晴らしい結果となりました。これからもたくさん聞いてください、ナギイチと僕らのユリイカ。で、これは土砂降りの青春の中でです。そう、でもこのナギイチ僕らのユリイカと来て新しく入り込んでくるのがチーム L の夏のディスティネーションで行きましょう夏のディスティネーションは結構こうしっとりとした、しっとりこうめっちゃこうアイドルキラキラキャピキャピって感じはないかもしれないんですけど、なんか聞くとね、なんかない夏の思い出が蘇ってくるそう、ドライブ、ドライブね、いいね、夏の夜のドライブにぜひ聴いてほしい曲です。ひまわり、
ありがとうございます。じゃあここら辺で皆さんにもう一丁ポークしちゃいたいと思います。ポーク、あ、皆さんされました？おお、いっぱいいっぱい。あら、ヨウジさん花ティアラありがとうございます。わ、いっぱいされてる、ポーク。ありがとうございます。CD を変えております。ツンツン、お花、お花ティアラ。虹の作り方って打とうとしたのか、虹の釣り方で虹の作り方ですね。あ、あ、皆さん、これが私がキャプテンしているチーム N の夏のディスティネーションでございます。いい曲なんです、本当。君が好き、しかもこの曲の何がいいかって、ほら、もう嬉しくてジェットファイヤーしちゃってそう、何が嬉しいかって、なんか、そう、何がいいかって、メンバー一人一人のソロパートなんです、 AB メロが。だからチーム N の全員の歌声が聞けるっていうのが、これなかなかないですよね。そうねえ、ほら、もういっぱい絶賛だ、嬉しい。あら、うわ、ペンライト来た。配信応援したいさんから来ました、ありがとうございます。もしかしたらこの曲がね、今度の8月15、16、17のライブでもしかしたら初披露されちゃうかもしれないですし、しないかもしれないですけど、これはもう来てくださった方とオンライン配信を見てくださった方のお楽しみなので、ぜひご覧ください。ねえ、劇場公演でもいつかやりたいな。来週初披露しなかったら暴動です、やめてください。暴れるのだけはやめてください。ねえ、あら、関西弁いいね、ありがとうございます。コテコテの関西弁です、私。そうだ、逆に自分メンバー間でも、え、この子こんな歌声なんやみたいな新しい発見とかもあって、めっちゃなんかみんなで初めて聞いた時、あの時間がね、すごい楽しかった。あ、ポーク、ポーク。そう、ゆかたんのね、歌声いいんですよね。こんな NMB4817 でおしゃべりハッシュタグ見よ、ちゃんは人を観察することが好きだと思うのですが、今日メンバーだったり人を観察してて面白かったエピソードありますか？面白かったエピソード？なんだろう。あ、でもなんか今日ではないんですけど、前にそのリハーサルをしてる時に、あ、新しい曲の新しく振り付けをこう先生に教えてもらう日があって、まあ、その時にかりんさん、小島かりんさんってやっぱ結構すぐ顔に表情が出やすいタイプ、顔に出るタイプで、だからもう喜怒哀楽がめっちゃ分かりやすいんですよね、かりんさんって。で、まあ、先生がこう、まだ私たちは振りを何も知らない状態でこう先生を見てた時に、先生がめちゃくちゃ難しい振りを踊ってたんですよ。で、私たちは、え、この振り自分たちが今から踊るの？みたいな、こんな覚えられへんよみたいな振りを先生が踊ってて、でパッてその時かりんさんを見たらみたいな顔してたの。先生をありえない顔で睨んでて、で先生が、あ、これはやらへんよみたいな言った瞬間にかりんさんがはっって笑って、こんな顔に出るの、もう可愛くて、そう、睨んでたというか、もう世界の終わりみたいな顔してて、そう、でも先生がこれじゃないよみたいなこと言った瞬間に、はっ、でも、もうこれが
もうずっと大爆笑、そっからもう私5分10分ぐらいずっとツボ入っちゃってね、面白かったの。そういいですよね。あ、そう、そう確かにね。あ、そう、私もね顔に出るから多分私もね絶対ちょっと、うん、変な顔してたと思う。私はね思えるの、でもね最近になって、それこそ4年ぐらい経ってきてからだんだんこう映像を見ただけでちょっとなんか振りを覚えれるようにはなってきましたけど、この曲はまさかシンガポールです。でもね石田由美さんとかレベルになるとね、もう映像を見ただけで全部踊れるんですよ。あれすごいですよね。そうでも顔の表情豊かなことってすごいいいこと。それこそかりんさんとかがテレビ出ててこうワイプに映ってらっしゃる時とか、もうなんだろう、ワイプ芸人ですよね。ワイプ芸人そう、なんかもう見てるこっちもなんか幸せになるし楽しくなるから、そうかりんさんのそういうところは参考にさせていただいてます。そうワイプ芸がすごい。そうかりんさんの笑顔はいいよね。でも笑顔で言うとね、ゆいなさん、出口ゆいなさんだなって思う。歯真っ白やもん。歯めっちゃ綺麗やねんゆいなさんそう、私歯並びも、かりんさんもやけど、誰も歯並び綺麗で歯白くて、もう歯全部見える笑顔、あれめっちゃ良くないですか。ほんまこっちまで自然と笑顔になる。そう、ああいう笑顔素敵だなと思って、私もめっちゃ笑うんですけどね。笑顔が素敵な人っていいですよね。あら、マイティの笑顔も素敵、最高、ありがとうございます。そう、でも多分歯の数ちょっと多いんよなそう、メンバーにはいろいろ魅力があるので、マイティの笑顔も素敵やで。あら、ありがとうございます。この曲まさかシンガポールやけどさ、よくよく考えてみてください。よくよく考えたらまさかシンガポールって何ですかってなるほんま多分今まで自分 もうメンバーとして深くは考えてこわへんかったけど、深く考えたらえどういうことっていうタイトルが多いよね、ネームビーって。それこそドリアン少年、ドリアン少年とかもさいや、これが NMB なんです。そう、まさかシンガポール、そうシンガポールまで行っちゃうなんてってことやけど、それがタイトルになるのすごいよなそう、だからやっぱでもこっちの方がこういうやつの方がインパクトには残るし、そうそういいですよね。でも北川賢治はね、私も北川賢治の頃は本当もうテレビでずっと NMB 見てた側だったので、さすがに衝撃でしたね。その作詞作曲がかなって思ったらタイトルが、そうでもね、もうこういう曲に限って神曲なんですよ。全部いい曲ですよ本当。そう、あとはなんかジュゴンはジュゴンっていう楽曲もあって、これはまた不思議な曲なんです。ジュゴンはジュゴンですよ。でも私のお母さんがジュゴンはジュゴンって曲がめっちゃ大好きで、それで私まだ歌ったことないんですよね。だからそうジュゴンはジュゴンを歌うことが一番の親孝行だと思ってますだからいつかライブで歌いたいんです。私は絶対に歌ってお母さんを喜ばせたい
なんかシュールよね。シュールなところが好きです。お、これは何倍。そう、お母さん好きなんやって。ジュゴンはジュゴンが、ジュゴン、そう、真顔で歌わないとあかんからね、あの曲は。マネージャーさんが踊ってます。そう、だからいつだっけ、去年やったっけな、リクエストアワーっていう、なんかファンの方が投票する、あの好きな曲を投票して、それをこうなんかランキングごとに歌っていくライブで、結構上位やったよね。ジュゴンはジュゴン6位ぐらいじゃなかったかな。めっちゃ、そうだから今日かジュゴンファンがいるんですきっと。そう、一回聞いたら頭から離れないです。え、ミカノさんがジュゴン嫌いって言ってた。そう、22時からはあのミカノさんがね、私とこう、あの交代して配信されるんですけど。ジュゴン嫌いな人おるん？でもかっこいい曲なんですね。ほとんどの NMB の曲踊れる？あ、でもね、大体はもうやってきたんじゃないかな。聖子さんの表題曲？表題曲はもう大体はやってきた気がする。逆にそのライブ、大きいライブってなると、入りたての時が一番あれやね、厳しい、難しい、忙しい、大変そう、やっぱり言ったらさ、入りたての時なんて、なぎいちとか僕らのゆりかも踊ったことない状態だから、そっからも覚えていかないとあかんから、結構大変やったね。7期のお披露目曲は夢は逃げないでした。そう、ハート叫ぶっていう曲があって、この間のバチバチ NMB48 っていうイベントがあったんですけど、そこでこう毎回イントロドン対決をメンバー同士でするんですね。それでその、私ハート叫ぶを聞いたことがなかったんですよ。ライブでもやったことがなかったから。でハート叫ぶが流れた瞬間にメンバー誰も行かへんくて、もうイントロ終わっちゃって A メロ入っちゃったんです。で、まあ、さすがにサビなったらみんな分かるやろって感じでね、こう聞いててサビなったんですけど、誰も動かず、みんな腕組んでこの曲なんやろって言って、そう、それはもう結局タイムアップで誰も答えれませんでした。あれちょっと、ちょっとあれはもうメンバーとして失格でした。確かにやったことない曲も結構多いからね。カップリングとかもやっぱり曲によっては全然やらへんのもあるから。皆さんギフトもね、たくさんありがとうございます。ロージーさん、ありがとうございます。123、なんかメンバー独自の覚え方があるんですよね。うん、片思いよりも思い出をいいですね。好き好き。これだけいい感じ。そう、結構切りましたか。あら、ラムのガレット、今の美味しそう。お腹すいた。今日はというか、さっきね、ココイチのカレー食べました。テイクアウトで
あ、目が青くなった。あーラーマーすごい。あ、じゃあ私が青のコンタクトつけたらこんな感じなんだ。あ、取れた。私はココイチのパリパリチキンカレーが大好きです。あら、夜ご飯夏野菜カレーいいですね。そろそろ、あ、もう9時51分、そろそろ配信も終わりに近づいてきました。ちょっともうなんかマネージャーさんが横で見たことないふりをしてます。では改めて夏のライブのね、あの情報をおさらいしていきたいと思うんですけれども、8月15日開催の NMB48 夏の紅白祭り2024年でというか2024では塩月キャプテン率いる白組と坂田キャプテン率いる赤組の2チームに分かれて対決します。個性あふれるユニット対決が見どころとなっておりますので、皆さんお楽しみに。あら、スペシャルベイビー花火ありがとうございます。そして8月16、8月17の夜開催の NMB48 サマーパーティー2024ではチーム N、M、B2 が揃い踏みで NMB48 の夏を盛り上げたいと思います。そしてですね、8月17昼公演は NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024、8期生9期生メンバーによる次世代ライブをこの春卒業を発表した石田由美さんがプロデュースされます。そしてこの夏加入の10期研究生も出演するので、師範がね、次の世代を担うメンバーたちに熱い NMB 魂を入魂してくれます。またね、あの今回の全4公演すべての公演にて10期研究生は前座での出演が決定しておりますので、皆さん会場時間ギリギリすぎるともしかしたら見逃しちゃう。いや、会場時間に間に合って、開演時間に間に合ってたら大丈夫ですね。で、各公演チケットピアさんにてご来場チケットプリセール受付中となっております。あら、花火の前いっぱいありがとうございます。そしてですね、オンライン配信チケットも発売中で、夏の紅白祭りサマーパーティーはオンライン配信チケットを発売しておりますので、 NMB48 オフィシャルホームページをご覧ください。そしてですね、ここです。私がさっきも言いましたが、8月17の2公演、8月17の昼公演の NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024と8月17日夜公演の NMB48 サマーパーティー2024セカンドナイトがですね、このワンセブンライブさんにて無料独占ライブ配信が決定しております。無料です。もう一度言います、無料です。このワンセブンライブさんで無料で見れます。なんてこったと。皆さん太っ腹すぎませんか、ワンセブンライブさん大丈夫ですか。本当にありがとうございます。でもこれをきっかけにね、こう NMB 知らない方でもこうアプリを開いたらきっとなんか表に出てくる、なんかね、出てくるのかな。なんかそれをきっかけにこうね、新しく知ってもらえたらなとかっていう風にも思いますので、ぜひぜひ皆さん8月15、16、17日一緒に楽しみましょう。以上、長々と言ってしまいましたが、夏ライブもね、もう残り1週間ぐらいで、今日も結構みんなでこう追い込みリハーサルでもないですけど、みんなでおさらいしつつ、うわ、この曲何でしたっけ、道頓堀を泣かせてくれです。渋すぎる、エンディングでこれは渋すぎる。逆にエンディングにふさわしい曲かもしれないですね。名曲ですよこれも。お、15日行きます、お待ちしております。お、もうチケットも発券できるのかな。そう、ゼップ大阪ベイサイドさんにてさせていただくんですけど、あの亀子さんの席もあるんですけど、今回基本1階はスタンディングなので、皆さんちょっと水分補給とかね、暑さ対策はし
光、まあ屋内というかまあね会場内ではあるんですけど、ね、立ちっぱなしとなると結構体力もね疲れると思いますので、皆さん気をつけてください。あ、ジップはワンドリンクついてくる、よかったそれならドリンク大事ですよ。そう、9月にはね東京で This is NMB40 の2024日比谷野外大音楽堂さんにてライブもありましてね、8月9月イベントいっぱいです、ね、でもなんかそのね今回その東京のライブの方ではなんかスプラッシュ席っていうのがあるんですけど、それも結構外れちゃったっていう人もいて、初の試みなんですけど結構濡れる席らしくて、水がかかる席、ちょっと私も全然どんな感じか分かんないんですけれども、でもとにかく皆さんこの8月のね夏ライブ楽しみ。私夏嫌いなんです、正直。暑いし汗かもうだ、私汗かきなんです私とにかくね。そうでも今年の夏はねやっぱそれこそライブもあるし楽しいことが多くて、なんか苦じゃなかった夏が。やっぱライブってなるとリハーサル期間にメンバーと毎日会えるっていうのもね最高なんです、楽しいんですよね。私秋冬が大好きなので、でも今年の夏は一味違います今年の夏は楽しいですよ。そう、熱中症も皆さんは気をつけていただいて、水分補給しっかりしましょう。夏最高ですよ。 NMB と夏の相性って最高ですからね、思い出いっぱい作りましょう。あ、もうチェンジタイムが来ました。皆さん今からびっくりしないでくださいよ。とんでもない美少女が映りますから。とんでもない。もう画面ちょっとなんか明るさとか低くしといた方がいいかもしれないんですけれども。それではいい匂いの人が来ました。やめてくれ。ちょっと映ってみます。あ、ほら、あ、もう、あ、すごい。でもやりづらいわ、やりづらい。はい、ということでここまでの配信は私 IT こと平山舞が担当しました。それでは顔面国宝の登場です。どうぞやめてくれ一旦近重さん挟んでいい？ダメです、映ってください一旦顔面国宝とか言われこんばんは、山本美香です。こんばんは、 NMB48 メンバーリレー配信始まりました。 NMB48 の山本美香です。 NMB48 メンバーリレー配信とは NMB48 のメンバーが個人ライブ配信をリレー形式でつないでいく企画です。はい、見てくれている皆さんとねコミュニケーションを取りながら楽しんでいきたいと思います。ありがとうございますコンビニ店行きましたね。さっきまでコンビニでバイトしてて、見てくれましたか？携帯熱い、これずっと配信してるから顔面国宝こんばんは。ありがとう、いっぱいコメント、これはいつよ、今ですか、それでは、最初に8月に開催いたします NMB48 サマーライブ2024の情報をおさらいしたいと思います。
8月15日木曜日開催の NMB48 真夏の紅白祭り2024では、塩月キャプテン率いる白組と坂田キャプテン率いる赤組の2チームに分かれて対決します。個性あふれるユニット対決が見どころとなります。そして8月16日金曜日、8月17日土曜日夜開催の NMB48 サマーパーティー2024ではチーム N、M、B2 が揃い踏みで NMB48 夏を盛り上げます。8月17日土曜日お昼公演は NMB48 ネクストジェネレーション ネクストジェネレーションライブ2024、8期生9期生メンバーによる次世代ライブをこの春卒業発表した石田優美さんがプロデュースします。この夏加入の10期研究生も出演します。師範がね、次の世代を担うメンバーたちに熱い NMB 魂を入魂しています。また今回の全4公演すべての公演にて10期研究生は前座での出演が決定しています。嬉しいね、見逃しなく。各公演チケットピアさんにてご来場チケットプリセール受付中です。オンラインチケットも発売中です。8月15日 NMB48 真夏の紅白祭り2024、8月16日 NMB48 サマーパーティー2024ファーストナイトはオンライン配信チケットを販売しておりますので、 NMB48 オフィシャルホームページをご確認ください。そして何といっても8月17日の2公演、8月17日昼公演 NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024、そして夜公演の NMB48 サマーパーティー2024セカンドナイト、このワンセブンライブさんで無料独占ライブ配信をすることが決まっています。すごい無料ですよ、みんなの大好きな、私も大好きな無料大好きですから、皆さんぜひねライブにお越しいただいたりオンラインで見ていただいたりね、一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとう、コメントたくさん、ギフトもありがとうございます。かわいい、かわいいギフト、すごい、ありがとうね。ね、無料はねありがたいよ、無料大好きですから。何喋ってるんですか。フリートークですって。どうしよう、どないしよう。投票機能をね使ってみたいなと思うんですけど、何やめてよこれ、何これ、手のひらを見せて。投票機能、何しよう、投票機能、何の投票しますか。なんか投票ができるらしいです。なんかみんながみんなに投票白赤どっちが勝つと思うか予想。え、これ何でもいいんですよね、投票。じゃあキノコの山派かタケノコの里派か投票。あれ、これどうやってやる、どうやってやる、どこ押したらいいん、これ。これ押した、投票中ですって書いてある。何これ、前のどうやって消すん、これ、どうやって消すん、これ、何これ。すいませんね、グダグダで、あ、間違えた間違えた。投票はこれかな、
消す、どうやって消すんやん。ナギーチか僕らのユリイカかで、ユリイカ買ってるやん、マイティのやつ。あ、この投票ポイント終了させます。いけた。ほんで投票テーマ、あ、間違えた。え、これテーマ、テーマでタケノコの里か。あれ、じゃあこれどっち派とか。みんな考えてくださいね、シンキングタイムですよ。時間設定はした方がいいやつですか。 2、3分。みんな投票して。タケノコかキノコか気になるよね。どっちですか。タケノコですよね。どっちですか。キノコ。タケノコですよね。わ、すごい、タケノコ、タケノコタケノコってすごい熱烈なファンがいます。ミカノはタケノコですね、昔からずっと。結構周りにもキノコ派が多くて、ちょっと肩身狭い。キノコ派多いよね。永遠のお題ね、これはもう。選べないから買わないこと多い。確かにね、悩んじゃうもんね。すごいですよ、ラジカセでラジカセで CD 見せてもいいんですか。あんまダメ、あ、よくないCD 山積みにしてね、ラジカセで。今の時代こんなやり方もあるんですよ。そう、ラジカセで再生してます、曲を。あ、投票結果出てる。お、あ、タケノコ、イエーイ、タケノコ勝ち。タケノコ145、キノコ74。やっぱりな、みんなは仲間だと思ったよ。やっぱりな、タケノコよね。どっちもめちゃくちゃ美味しいんやけど、できればどっちも交互に食べたいけど、選ぶならね。美味しいよね、タケノコ。キノコってさ、チョコとクッキー部分が分離しちゃうやん、噛んで。もうタケノコは両方一緒に食べれるからね、美味しいよ。しっとりしてるし、分離して食べるのがいいの。一緒に食べたくないねえ。どっちも好き気分でやる、まあね、それはそうなんですけど。そう、あのみんなが事前に X で質問募集したやつをちょっとチラッと見たのよ。なんだっけ、 NMB48 と17でおしゃべりっていうね、ハッシュタグで見ます。答えちゃおっかな。ありがとうみんな。
これはミカの宛てなのかマイティ宛てなのか、ワテラの質問多いな。ミカの宛てかな、ワテラですけど。夏の催眠術ってこんな歌詞やったやん。2番、高さ変えようと思ったけど無理でした。テトラなのでね。どうしようかな。リカニャンこんばんは。最近のケイトちゃんとのエピソードありますか？インスタにケイトちゃんとのツーショット載せててほっこりしました。ケイトはでも、あ、今日リハーサルしてたんやけど、ケイトとマカポンと一緒に2つの椅子で3人で座ってました。椅子がね1つなくて、2つの椅子で3人で座って、めちゃくちゃ近い距離でぎゅうぎゅうに座って、ずっと3人で爆笑しながら喋ってた。仲良し、本当に仲良し、キンキンのエピソードは強いですかね。マイティ宛てのがめっちゃ出てくる。テトラのツアー実現してほしいね。テトラでなんかしたいな。全国もあるぞ。ちゃんはクールな曲やダークな曲を任されることが多い気がしますが、かっこいい曲と可愛い曲どっちが好きですか？パフォーマンスしていて楽しい、気持ちいい、お気に入りの曲ありますか？うわ、そうね。でもどういう目線で好きかにもよるかも。なんかやっぱ楽しいのは可愛い曲っていうか、メンバーと目が合う曲、メンバーとかみんなと目が合う曲がやっぱ楽しいけど、気持ちいいで言うとかっこいい曲かもね。かっこいいというか、あ、でも情熱的な曲、あの天使のユートピアで出る全部抱きしめろとかはマジで気持ちいい。めちゃくちゃ汗かくし気持ちいい。あとは M のサイン公演でやってるウィンクの銃弾も楽しい、気持ちいい。サムネコも楽しい、気持ちいいな。ありがとうございます、みんなギフトたくさん。それなーって、かわいい、それなー、ありがとうね、いっぱい。でも自分でそのうわすごっ、バスケしてる、
バスケしてる、うご。そう、人魚のバカンスも好きやね、楽しいね。かっこいいとかわいいどっちが好きって聞かれたらかっこいいのかな。なんか昔は結構かっこいいめな曲が多かったけど、最近はもっぱらかわいい方じゃないですか。かわいい曲もめっちゃ好きなんやけど、でもその昔かっこいい曲をよくやってた時はかわいい曲やりたいって思ってたけど、かわいい曲いっぱいやってたらかっこいい曲やりたいってなるから、どっちもやりたいっす。どっちも好きっす。選べないっす。どっちも好きですね。親友の阿部さんと最近どこかお出かけしましたか。しましたよ。めっちゃ最近しましたよ。さっきしましたよ。さっきした。さっき配信してたじゃない、阿部さんと。で終わって今までの間ちょっとカフェしました。マジで最近おしゃべりしました。ほんまに今回し構成の2番聞くことないから、あんまりいいね。やっぱ2番いいよね。あんま聞くことないけど、すごいお金大好きな人みたいになってる。あ、すごい、思わせ光線。すげえ。夢逃げも2番まで行くとよっしゃとなる。わかる。夢逃げも2番いいよね。人差し指だったらビーム出る。何これ、思わせ光線すぎ。何手のひらって。え、画面見た。何、何ですか。手に反応する。やってますよ。やってますやん。すごいね。好き。カメハメハ出せた気分になる。おしゃべりしましょう、皆さん。
ミカニャンのファンは顔面で好きになった人と内面で好きになった人と違うんですか？どっちですか？顔から入って中身を知って嫌いにならなかったでしょ。普通そうよね、大体そうよね。ちゃんの好きな女の子の髪型は何ですか？自分がするのも女の子がしてるのを見るのも好きなのはハーフツイン。でも似合ってたらいいよね。でもショートカットが似合う子が好きなんですよね。可愛いよね、ショートカット似合う子。もう長いヘアアレンジだったらハーフツインが好き。ツインテールが好き。ね、ショートカットにようこね。リリポンさんはマジで可愛い。すごい、なんかハッシュタグ見てたら阿部山本のことが多すぎて。好きね阿部山本。山本美香の推し始めるには何から始めたらいいですか？ SNS をフォローしてモバメを撮る。気が向けばルームスに入る。とかかな。モバメはできるかもね。夏ピーク。ピークいいよね。ゲーム配信ね、アーカイブ見てください。海外中にレイちゃんに自撮り送りまくったの可愛い。え、なんで知ってるん？すごい、なんで知ってるん？
レイさんにあのミカナがいい感じのサイズのブランケットを持ってなくて、もうベッドとかで使うようなバカデカ毛布をいつも持ち運んでるんですけど、新幹線乗るときとか移動のときとかで、この前香港にいたときにそれ持っていくのちょっと飛行機とか邪魔になるかなと思って、レイさんがいい感じのサイズのコアラのブランケット持ってたから、このぐらいのサイズのブランケット欲しいんですよねみたいな感じで言ったら、仮想カーって言ってくれたから借りて、で借りたから飛行機乗った、関空ついてとか飛行機乗ってとか、あっちの空港ついてとかホテルついてとか、ことあるごとにそのブランケットとの写真を撮ってイン飛行機とか書いて送るっていうコアラハラスメントをしてました。それにね、毎回丁寧に返事してくれて、気をつけてねとか、かわいいね、気をつけてねそれは全部無視して写真だけ送るっていうハラスメントをしてました。コアハラ、仲良しです。サンドの飯よりニャンノン好きなのですが、最近のエピソードありますか？エピソード？何やろう。今日は横にいたからテンズとキュッキュッて握ってた。めっちゃさ、背丈が似てるやん、髪の長さとか、そのなんていうの、サイズ感が似てるから自分らでよくそれ言ってるんやけど、リハ中とかに鏡で2人が並ぶこと多いからさ、ポジション的に並んだ時にやっぱ似てんなって言って、似てるよなって、全部一緒よなって長さが、どこの長さも一緒みたいな、腕の長さ全部長さが一緒です、シルエットが似てるっていう。組みやすい、組みたくなる、肩組みたくなる。ミカナほんまに髪伸びない、嘘、伸びてないやろ、いつから止まったの記憶、切ってるんやけどな、こんなんやったら研究生の時の記憶。レイコともね、寝てたからドラさん多いんすよ。次一人でも誰かと出かけるとなったらどこ行く？一人で行きたいところが今めっちゃあって、あそこも行きたい、あそこも行きたいっていっぱいあるんやけど、もうちょっと行ったら言いますわ、言いますわ行ってきたよって、いっぱいあるんよ行きたいところ。もう前にね、今はちょっとあんまりお休みがないから行けてないけど、前お休みあった時に行こうと思ってお昼に家出たけど暑すぎて無理やったその行きたいところがお外で、行きたいんですけどね、やっぱ今の時期さ、お昼に外出るの結構命に関わるじゃない、
結構危険じゃない？みんな無理しないでくださいね。危険ですよ。健康第一。健康と平和が何よりも大事ですから。すごい、ありがとう、ギフトいっぱい、みんな。かわいい。アルパカ。ありがとう。ありがとう、いっぱいギフト。足がしびれてきた。すごいね、足がしびれやすくてね。リハ期間で気になる物質がありました。全然関わってない、全然関わってないんですわ。これからですね。これ何メドレーなんやろ、流してんの。アルバム？アルバムか。みんな何でもハッシュタグつけてつぶやいてください。ずっと更新してみてます。リハ期間中のリフレッシュ方法とかあります？あんまりリフレッシュしたいという気にならんかも。別にそんな、なんかストレスたまるとか思ったことないな。ずっと毎日同じお仕事してたりしたらやっぱリフレッシュしたくなるけど、そんなね、なんせね、リハ始まるのおせいですからうちら結構短期集中型なんで、あんまりないかもな。まあ、でもやっぱリハ終わったら、毎回ライブとかのたびにリハ終わったらあれしよう、これしようとか、あれね、リハ終わったら遊ぼうねとか約束して。リカナもそのさっき言った行きたいところとかもリハ終わったら行こうと思ってる。昔はもっとそのリハ期間は絶対に
何もしちゃいけないっていう気持ちやったの。しちゃいけないというか集中できない。そう、他のことしても遊びに行ったり他のなんか趣味とかしてても気になっちゃって練習しないととか期間中はね。だから楽しめんかったから無理やったけど最近やっと余裕が出てきて普通に期間中でも切り替えて気持ち切り替えて休日をなんやろちゃんと休めるようになったりちゃんと切り替えるようになった余裕が出てきてね。シンプルにねやったことある曲がほとんどになってきてるから覚えないと覚えないとっていうあれにあんまり追われてない、うん、この季節に聴きたいのは大塚愛さんのプラネタリウムオレンジレンジさんのロコローション。いやどっちもでしょう。でもミカナは切ない曲が切ない曲の切ない歌詞のアップテンポな曲が好きで、わかります？みんなどんな曲が好き？歌詞切ないけどアップテンポってめちゃくちゃ良くない？ユリイカとかもちょっとそうだね。あるかな。なんか最近ずっと聴いてる曲、僕の打ち上げ花火、AKB さんの、あれも切ない。永遠のメロディーを、今多分 NMB で一番好きな曲は聞かれたら永遠のメロディーって言うと思う。本当に神曲。プロムの恋人もね、プロムの恋人もね、たまんないですよね。ミカニアの好きな平成ソング、そんないっぱいあるよ。いっぱいあるよ、そんな。そんないっぱいあるよ。ミカナのダウンロードしてる曲を全部教えてあげたい全部共有したいみんなに。もう言い出したらキリないんですけどね、いっぱいあります。これ 何の曲ですか。時は語りかける。時は語り始める。なんかみんな違うこと言ってない？時は流れ始めるとか3人連続違うこと言ってるけど、どれが正解？また時は流れたり語ったりし始めるってことですね。つまりは時は語り始める。ありがとうございます。まあ、流れたりしますからね。ミカニは素敵。いますか。
みんなコンサートどれ来てくれますか？4公演ありますか？ありがとう、みんな待ってますね。東京でもね、日比谷以外はなく、どう見ても ありがとう。スプラッシュ席外れた。スプラッシュ席って結構やっぱみんな嬉しい？見れたい見れたいですか、みんな。やっぱりやもんね。そっか、最善やしね。嬉しいよね、それ。どれくらい寝れるんだろうね。未知です。楽しみ。水着っていた方がいいですか？それはちょっとどうなんやろ。ありがとう、かわいい花束。その後ろが亀子席だ。あんま濡らせんやん。じゃあカメラ濡れたら困るよね。ゴーグル必須。おもろ。前におる人みんなゴーグル思う。水着ゴーグル。開封してたら出ました1匹です。みんなトレードして、トレードして。初めてこの前髪を生写真で。これが愛なのかを開封したら出ました。みんな知ってる？これお披露目の曲ですよ、ドラさんの。
クレードしてください。安倍希望です。安倍と可愛いね。ジャケ写は全部うわ、かわいい。かわいい。すげえ、こんなん。こんなん今。同じ人に見える？なんか出たんやけど。ねえ。なんか出たんやけど。どうしよう。あっち、地引きあっち。あっち。バイト仲間です。暑いね。重ねて保管しとこう。ね、重ねたらなんかね、縁結びみたいなね、ありそうじゃないですか。二人の縁が。おもろ。みんなはこれ合いの誰が出ましたか。生写真土うめえ。土うめえ。
ノリハ期間でよく一緒にいるメンバー、話すメンバーは、そんなみんなみんな誰やろ、同期とかレイさんとかチシさんとか、イカナちゃん的夏子の見どころを教えてください。やっぱりテトラとワテラの泥試合、泥試合ですかね注目ですね。これを全部、それではね、皆さんもうそろそろ終わりの時間が近づいてきたので、もう一度ねおさらいしたいと思います。8月に開催いたします NMB48 サマーライブ2024の情報をおさらいしたいと思います。8月15日木曜日開催の NMB48 真夏の紅白祭り2024では、塩月キャプテン率いる白組と坂田キャプテン率いる赤組の2チームに分かれて対決します。個性あふれるユニット対決が見どころになります。そして8月16日金曜日、17日土曜日夜開催の NMB48 サマーパーティー2024では、チーム NMB2 が揃い踏みで NMB48 アナスを盛り上げます。8月17日土曜日昼公演は NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024、8期生9期生メンバーによる次世代ライブをこの春卒業発表した石田優美さんがプロデュースします。この夏加入の10期研究生も出演します。師範が次の次世代を担うメンバーたちに熱い NMB48 魂を入魂中です。また今回の全4公演すべての公演にて10期研究生は前座での出演が決定しています。皆さんぜひ楽しみにしていてください。各公演チケットピアさんにてご来場チケットプリセール受付中です。そしてね、オンライン配信チケットも発売中です。8月15日 NMB48 真夏の紅白祭り2024、16日 NMB48 サマーパーティー2024ファーストナイトはオンライン配信チケットを販売しておりますので、 NMB48 オフィシャルホームページをチェックしてください。そしてなんといっても8月17日の2公演、8月17日昼公演 NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024、夜公演 NMB48 サマーパーティー2024セカンドナイトの2つがですね、このワンセブンライブさんにて無料独占ライブを配信することが、ライブ配信をすることが決定してます。やったー、イエーイ、無料。皆さんぜひね、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。無料大好きですから嬉しいね。そして明日のこの配信は21時から吉野美咲ちゃん、22時から桜田彩香ちゃんの配信になります。皆さんそちらもぜひ見てくださいね。ありがとう、いっぱいギフト送ってくれてありがとう、ありがとうね、遅い時間にみんな見てくれて。皆さんもお休みですか、お眠ですか。ありがとうね、ギフトもたくさん、かわいい。ありがとう、ありがとう。
お風呂入りますと、ゆっくり入ってください。いい一日の終わりになりました。お疲れ様です。お仕事でした皆さん今日も。いや頑張ってねって頑張る。楽しみねライブね。楽しみに生きるってありがとう。みかのもライブを楽しみに行きます。健康第一でね、ヤッホーってもう終わっちゃうんすよ。ありがとうございます。あと3分で終わりますね。明日もお仕事ですか皆さん。明日も頑張ろう。盆休みなんや。あさってから盆休みなん。そんな季節もう。いやお盆とかさ、お盆とかあんまり関係ないお仕事じゃない？あんまり概念がないから概念っていうか、みんなゆっくり休んでくださいね。ありがとうねみんな、遅くまで寝てくれて。おやすみなさい。おやすみ、ありがとうございました。バイバーイ。終了。バイバーイ。